平野紫耀、香港の夜景に輝く。ルイ・ヴィトン招待でメンズファッションショーに期待高まる。ナンバー・ I の人気メンバーである平野紫耀26が自身のインスタグラムで香港を訪れていることを明かし、その魅力的な夜景と共に最新のファッションショットを公開しました。 ルイ・ヴィトンからの招待を受け、香港で行われる2024プレフォールメンズファッションショーに参加しているイヤ。彼の魅力的なスタイルと香港の美しい風景に、ファンからは多くの賞賛が寄せられています。香港の夜景に輝く平野仕様。平野仕様が、 香港の夜景をバックにした最新のクールなショットを公開し、その美しさにファンたちが魅了されています。インスタグラムの投稿では、ルイ・ヴィトンからの招待を受けて香港に滞在中であることを報告し、アット・ライス・ルーテンから2024プレフォールメンズファッションショーにご招待いただき、香港にお邪魔してます、と綴っています。投稿には、 平野がグレーのジャケットに白のインマー、黒のデニムにルイ・ヴィトンの赤いバッグを手にしたショットが添えられています。彼は明日のショーを楽しみにしながら綺麗な街を見ながら過ごしたいなと思います。とコメントし、香港での滞在を楽しんでいる様子を伝えています。ファンからの熱烈なサポート。平野の投稿に対してフォロワーたちからは熱いサポートが寄せられています。 投稿にコメントした一部のファンは、やっぱり世界が黙っていない、夜景、綺麗だね。塩く君もかっこいい。ほっとする、夜景に言える。v 2章君、全部眩しい。などといった感想を述べ、その美しい風景と平野のスタイリッシュな姿勢に感動している様子がうかがえます。さらに、後ろの夜景よりも君は輝いている、投稿をありがとう、すごいね、潮君。 世界進出へ歩み出している夢が一つまた一つ叶っていく姿を応援していくね。かっこいい、夜景の似合う男だね。素敵、といったコメントが並んでおり、平野のファンたちがその活動と姿勢に誇りを感じていることが伺えます。ルイ・ヴィトンとのコラボに期待高まる。ルイ・ヴィトンからの招待を受け、メンズファッションショーに参加している平野紫洋。 これにより、彼とルイヴィトンとのコラボに対する期待が高まっています。すでに投稿に登場したルイヴィトンのアイテムは、そのスタイリッシュで洗練されたデザインが注目を集めており、今後のショーでどのように披露されるのかがファッション愛好者たちにとって待ち遠しい瞬間となっています。ファンたちは平野のスタイリングについても熱心にコメントしており、潮君のファッションセンス最高。 どんな服を着ても似合う、ね、ネルイ・ヴィトンのアイテムが彼にぴったり、ショーがますます楽しみ、などの期待の声が寄せられています。これからの展開がますます注目されています。海外活動における成功と将来展望。平野紫耀が香港を訪れ、ルイ・ヴィトンのイベントに招待されるなど、国際的な活動の幅を広げていることが伺えます。 これは日本国外でのファッションやエンターテインメントのシーンでの存在感を高めていることを示しています。ファンたちは彼の国際的な成功に興奮し、世界中でく君の活躍が認められているんだね。これからもますますグローバルに活躍してほしい。日本を代表するアーティストとして誇りに思う、といったコメントで応援の気持ちを表明しています。 彼の今後の展開がどのようになるかは気になるところであり、多くのファンが彼の将来に期待を寄せています。平野紫耀が香港を訪れ、ルイ・ヴィトンの招待を受けて参加したメンズファッションショーに関する彼のインスタグラム投稿は、ファンたちに大きな感動と期待をもたらしました。 香港の美しい夜景と平野のスタイリッシュな姿勢が絶妙に調和し、彼の国際的な成功に対するファンたちのサポートは非常に熱烈です。ルイ・ヴィトンとのコラボに対する期待も高まっており、平野市用の今後の活動にますます注目が集まることでしょう。ますます。